ああ、キリト、ちょうどよかった。お前さんに頼みてえことがあるんだよ。わかった。話を聞かせてくれ。そんじゃ、頼んだぜ。ああ、終わったら報告する。よし、それじゃあ発生地に向かうか。あ、お兄ちゃん。よう、すぐ。何してるんだ？私は今からちょっと剣の練習に行こうと思ってたところ。お兄ちゃんは？ああ、俺はベルクーリさんから頼まれ事をされてさ。頼まれ事？魔獣退治？そうなんだ。洞窟の周辺で魔獣が出たって住民から報告があったみたいで、幸いまだ被害は出てないみたいなんだけどな。地図のこの辺にある洞窟なんだけどさ。そこってん、知ってるのか？うん、何度か剣の練習でこの辺に行ったことあったから。そうなのか。報告によると魔獣は洞窟の中から現れてはどこかに向かっているらしい。なるほどね。じゃあカラントは洞窟の中にあるのかな？行ってみなきゃわからないけど、おそらくな。ねえお兄ちゃん、私も一緒に行っていいかな？ちょうど剣の練習にもなりそうだし。何度か行ったことあるから洞窟への道案内もできるよ。本当か？そうしてもらえるとすごく助かるけど、いいのか？もちろんだよ。私もお兄ちゃんと二人きりなんて嬉しいし。そうか。あ、ほら、兄弟水入らずってなかなかないからね。それが嬉しいって意味だよ。まあそうだな。確かに兄弟二人になるのは珍しいか。そうでしょ。よし、そうと決まれば出発だね。回復薬とか持ってるから準備は万端だよ。なんかすぐ焦ってないか？全然。ほら行こう。倒しても倒してもキリがないな。すぐ、大丈夫か？私は大丈夫。それに洞窟まではもう少しのはずだよ。ここだよ。ああ、さすが。道案内バッチリだな。助かったよ。それじゃあ中に入ろっか。魔獣に注意しながら進まなきゃね。ちょっと待ってくれ。ジェネレートルミナスエレメント、ありがとう。じゃあカラントを探そうよ。ごめんねお兄ちゃん、戦闘全部任せちゃって。すぐには新生術で周りを照らしてもらってるからな。戦闘は俺の仕事だろ。そう？でも力仕事は兄貴が引き受けるもんだからな。こんな時にお兄ちゃんぶるなんてずるいよ。たまにはいいだろ。兄貴らしいことすぐにはそんなにたくさんできてないんだからさ。もうお兄ちゃんってば。疲れたら言ってね、変わるから。了解。大丈夫だと思うけど、よほどになったらすぐに助けてもらうよ。でもどうして魔獣がこんなところにいるのかな。ベルクーリさんから聞いたんだけど、この洞窟の奥には昔湖があって、周辺の人たちが水を汲み上げていたらしい。そうなの？でもある時湖に魔獣が発生したみたいでな。聖護騎士が倒したらしい。それから洞窟内で落石があって、湖は埋め立てられて人が寄りつかなくなったそうだ。なるほど。じゃあカラントはそこに生えている可能性が高いんだね。ああ、水生系だから多分水を求めて地上の湖に移動しようとしているってことだろうな。なるほどね。じゃあもっと奥か。
もう結構歩いたし、今は多分中間地点ぐらいかな。すぐは洞窟のどこら辺まで入ったことがあるんだ？あ、この分かれ道ぐらいまでだよ。そうか、どっちに進むか。ちょっと待って、お兄ちゃん、右はダメ。な、どうしてだ？ううん、行き止まりだから行っても何もないんだよ。そうなのか、じゃあ左に行こうか。うん。ねえお兄ちゃん。なんだ？言わないでおこう、言わないでおこうって思ったんだけど。ん？カラント全然なくない？ああ、もう俺たち2時間歩いてるよな。あ、光が弱ってきちゃった。まずいな、空間申請力が足りなくなってる。洞窟だから仕方ないけど、一旦引き返そうか。このまま進んでも危険だ。ダメだよ、諦めちゃ。でも暗い道を進んでいっても危ないし、俺はいいけど、すぐに何かあったらまずいからな。お兄ちゃん、諦めちゃダメって言ったのは別の方法があるからなの。別の方法？うん、途中までは引き返さなきゃいけないけどね。一緒に来てくれる？ああ。こっちだよ。あ。洞窟の天井に穴が開いて、太陽の光が差し込んでる。よかった。まだお昼みたいだね。ここならリソースを確保できるよ。へえ、洞窟の中にこんなところがあったのか。花まで咲いてる。ん？この花って、やっぱり気づいちゃうよね。なあ、サルビアの花だよな。実はお兄ちゃんをここに連れてきたかったんだ。でもさっきの分かれ道で、すぐは右の道はダメだって言ってたよな。どうしてあの時は連れてきてくれなかったんだ？本当は任務が終わった後にここへ来て、お兄ちゃんのことをびっくりさせたかったんだ。あの時はリソース不足になるなんて思ってもいなかったし。そうなのか？そうだよ。ここのリソースでもう一度光をつけて先へ進もう。ん？ああ。あれ？ああ、カラントだ。魔獣が取り囲んでるけどな。そうみたいだね。すぐは周りを照らしててくれ。俺が倒すから。ダメだよ、ジェネレートルミナスエレメント。すぐ強い光を灯した枝をここに置いておけば、暗くても最低限のものは見えるはずだよ。わがまま言ってごめんね。私、お兄ちゃんと一緒に戦いたいんだ。背中は任せて。わかった、ありがとう。すぐ、それじゃあ頼むよ。うん。
ああ、カラントも切ったし、もう大丈夫か。すぐのおかげだよ。お兄ちゃんこそ、黒の剣士様は健在みたい。それじゃあ戻ろっか。ああ。あ、光消えちゃった。じゃあ俺が灯すよ。けどこの明るさしか無理か。またあの光が差し込んでた場所まで行って補給するか。ううん、多分時間的に考えてもう夕方だし、行ってもリソースはあまり残ってないと思うよ。あ、そっか。じゃあ、お兄ちゃん、手をつないで、はぐれないよう進んだら、この微弱な光の中でもどうにか外に出られるはずだ。悪いけど手を離さずに俺についてきてくれ。うん。じゃあ行こうぜ。ねえ。ん？どうした？お兄ちゃん、昔と変わってないね。ん？昔も二人で暗い道を歩いた時とか、迷子になった時はこうして私の手を握ってくれた。こうしてくれるとすごく安心するんだ。守られてる感じがする。兄貴だから当然だろ。とはいえ結局すぐをまた危ない場所に連れてきちゃったけどな。そんなことない。私、お兄ちゃんとこうして一緒にいられるの嬉しいよ。私がお兄ちゃん子だって知ってるでしょ。すぐ。けどどうしてこんなところに剣の練習に来てたんだ。暗くて危ないのに。私、暗い場所での戦闘に慣れようと思ったんだ。だから一人で練習してたのか。うん、それでたまたまあの光が差し込んでる場所も見つけたの。あんなところにサルビアが咲いているからびっくりしちゃった。見つけてからはたまにあのサルビアを見に行って癒されてたんだ。そうだったのか。確かに懐かしいよな。うん、お兄ちゃんが私にくれた誕生日プレゼントだからね。あれからサルビアは私にとってお兄ちゃんとの大切な思い出になったの。あの花を見るとお兄ちゃんがプレゼントしてくれたことを思い出して気持ちが温かくなるんだ。ずいぶん遅れた誕生日プレゼントになっちゃったけどな。本当にあのサプライズは嬉しかったよ。けどこの洞窟にカラントが生えたら魔獣に花が踏み荒らされちゃうかもしれないって思って、だから花を守るためにも一緒に行きたかったの。そうだったのか。うん、大切な癒しの場所だからね。秘密じゃなくなっちゃったけど。そうだな。じゃあ悪いけど、これからはすぐと俺の秘密の場所ってことにしてもらおうかな。うん、なんだか私とお兄ちゃんの秘密っていうのも嬉しいかも。でも一人でこんな場所に来るのはやっぱり危ないから感心しないぞ。今回みたいに魔獣が出る場合もあるし、これからはここに来るときは俺に言ってくれないか。一緒に行くからさ。うん、心配かけてごめんね。でも私、危なくてもお兄ちゃんの背中を守りたくて、そのために練習したかったの。俺のために？うん、この世界だとゲームと違って天候とかその場所の明るさにまで戦況が左右されちゃうでしょ。だからここでお兄ちゃんのことを守るためにはどんな状況でも戦えなきゃダメだなって思ったんだ。すぐ。だって私、お兄ちゃんの妹だからね。妹だってお兄ちゃんを助けたいって思うものなんだよ。だから私、この世界でももっと強くなるよ。お兄ちゃんのそばでお兄ちゃんを支えるためにね。ありがとう、すぐ。俺もすぐのことを絶対に守るよ。すぐは大事な俺の妹だからな。お兄ちゃん大好きだよ。